生漢議論図。西郷隆盛は中央に着席。明治10年、鈴木敏本作。生漢論は日本の幕末から明治初期において唱えられた朝鮮侵略論を言い、一般的には1873年の大朝鮮論を指すことが多い。当時は李氏朝鮮だったため、漢の字の使用は唐突ですが、神話に出てくる神宮皇后の 三冠性抜のイメージから、性冠論になったものと思われます。という、安政後過酷条約の直挙の創生にあたり、真部秋勝は、海外初版こちらの小中に、おさめ工事、三冠小悪の王子に、またする状況を実現することができると朝廷を、説得したとされる。後年、渋沢栄一は、韓国に対する私の考えは、三冠性抜とか、 朝鮮政罰とか政官論とかに刺激せられたものであろうがとにかく朝鮮は独立せしめておかねばならぬ。それは日本と同様の国であると考えていたのであると日清戦争後の大路強行路線に同調した経緯を述べた。日本では江戸時代後期に国学やメト学の一部や吉田松陰らの立場から古代日本が朝鮮半島に支配権を持っていたと古事記。 日本初期に記述されていると唱えられており、こうしたことを論拠として、朝鮮進出を唱え、尊攘上運動の政治的主張にも取り入れられた。幕末には、対外進出の一環として、朝鮮進出が唱えられ、吉田松陰は、欧米列強に対抗するために、取り安き朝鮮、満州、品を切り、従え、公益にて露国に失う所はまた土地にて千万にて、勝負べしと、 橋本さないは、日本の独立保持のために、三冠、満州の辺朝鮮国を合わせ、かつ、アメリカ州あるいは、インド地内に、量を持たずしてはとても持ちぬ女ならずとそれぞれ主張した。かつ、海州は、欧米列強に対抗するために、我が国より戦艦を出だし、広く、アジア各国の主にとき、横立連合、共に海軍を、盛大し、有無を通じ、 学術を研究しなければならないとして、まず最初、隣国朝鮮よりこれを解き、語、知名に及ばんとスとアジア連合論を主張した。また日朝通行を担当していた津島藩においても、はじめは朝鮮に対して、真偽をもって説得し、朝鮮が応じないようであれば、武力行使するといった朝鮮進出論が唱えられ、大島智幸城は朝鮮に対して、高音徳を先にし、 もし特化に服さないようであれば、その不死格前要鳥の油断に出るべきだと主張した。慶応2年末には、新国公衆の新聞に、日本人八戸淳宿が、政官論の記事を寄稿し、清し、朝鮮の疑念を招き、その後の日清、日朝関係が悪化した事件があった。また、朝鮮では、国王の父の大院君が生を接し、鎖国上位の策を取り、 日の江よう夏美やシャーマン号事件の勝利によって勢いに上がっていた。そのように日朝双方が強気になっている中で明治維新が起こった。日本は津島藩を介して朝鮮に対して新政府発足の通告と国交を望む交渉を行うが日本の外交文書が江戸時代の形式と異なることを理由に朝鮮側に拒否された。 明治元年12月には、木戸孝義が施設を朝鮮に派遣して、プレを建設し、相手が不服ならばその罪を問う、という生還論の原型となる記述を日記に残している。木戸は生還を行えば国内が一致団結し、旧兵が洗い流されるだろうとしている。明治3年2月、明治政府は、佐田白房森山茂を派遣したが、 サタは、朝鮮の状況に憤慨し、帰国後に生官を建白した。9月には、外務圏小進む吉岡後期を不残にやり、明治五年1月には、津島急犯主を、外務大進むに任じ、9月には、外務大、進む花房吉室を発した。朝鮮は、ガとして、これに応じることなく、明治六年になってからは、排日の風がますます強まり、4月、5月には、 釜山において、関係の先導による、ボイコットなども行われた。ここに、日本国内において、政官論が沸騰した。また政権を握った、大院君は、日本一敵に課す、金獣となにぞわかたん、我が国人にして、日本人に交わる者は死刑に所詮。という布告を出した。当時外交官として、釜山にいた沙田、森山党は、この乱暴な布告を見て、すぐさま、 日本に帰国し、ことの次第を政府に報告した。3位、西郷隆盛は即時出兵には同意せず、自ら施設になろうとし、板垣大輔後藤翔二郎、江藤新兵、大熊重信、大北加藤の諸参議員が賛同して、一旦内定したが、正式決定は、岩倉施設団の帰国を待つこととした。施設団帰国後も、検視問題は延引され、 大久保利道と添江島種臣の三議就任を待って賛否両論が戦わされた。岩倉と美大久保、木戸孝吉らは剣士に反対し、病に倒れた大乗大臣三条を耳に代わって閣議を主導した大乗大臣代行の岩倉の要請を天皇が直裁するという体裁を取り、10月24日、閣議決定は無期延期とされた。同日、 西郷が三義と、この江戸徳を辞任し、翌25日、板垣、添島、後藤江戸が下野した。明治6年、富山の大日本高官駐在の外務省七党、出資である広津博信が外務省有である上野慶藩に当てた5月31日付の報告書が契機となって、閣議で朝鮮問題が取り上げられた。この閣議には、 大乗大臣の三条耳及び、三議の西郷隆盛、板垣大輔、大熊重信、大北加藤、江藤新平、後藤昌二郎が出席した。板垣は居留民保護のために一致大隊の兵を送り、その上で施設を派遣して、交渉をすべきだと主張したが、西郷はそれに反対して、まずは責任ある全権大使を派遣して交渉すべしと主張した。三条は、 施設は軍艦に登場し、護衛兵を帯同すべきだと主張したが、西郷はそれにも反対し、エボシヒタタレの清掃で非武装の施設を派遣することを主張した。板垣も、自設を撤回して、西郷の提案に賛成し、後藤翔次郎、江藤新兵らも賛成し、西郷は自らその施設に当たりたいと定義したが、この日は、決定には至らなかった。その後、 新国に出張していた外務卿の添江島種臣が帰国すると、西郷は板垣に宛てた書簡で施設就任への強い思いを伝え、参上にも閣議開催を要求した。8月上旬には西郷と同じく朝鮮施設に志願していた添江島を訪問して、自身の施設就任実現へ向けた協力を求め、その同意を得た。8月17日、 閣議において、西郷剣氏は内決されたが、岩倉帰国後に再討議されることも決まり、明治天皇の最下を得た。しかし、西郷の施設派遣は、西郷自身も失敗を予想した上で改選を期した主張であり、交渉不成功の場合は、政府はメンツ上改選を覚悟しなければならないものだったため、剣王施設団の岩倉、木戸、大久保は、 内自由戦論の立場からこれに反対し、参上や参議対僕らもその意見に同調するようになった。10月14日、朝鮮問題に関する閣議が開催され、西郷は県市速攻を主張し、大久保や岩倉と対立した。この日は決定には至らず、10月15日に再度閣議が開催され、参議おのおに意見を陳述させ、 参議を引き取らせた上で三条、岩倉の間で協議が行われた。西郷の圧力とそれに伴う軍の暴発を恐れた三条は、大乗大臣としての自らの権限で、西郷の即時派遣を決定した。しかしこれに反発した岩倉、大久保らが辞表を提出し、収集に急した三条は病に倒れた。10月19日、岩倉が大乗大臣代理となり、 10月23日に三条の祭壇による即時派遣か、岩倉自身の考えである、剣士延期かという2つの意見を上奏した。これを受けて10月24日に、明治天皇は剣士を延期するという祭壇を行った。政変に敗れた西郷や板垣らの政官派は一斉にゲアすることとなった。明治政府はこの政変で、西郷らを退けたが、 すべての政官派がゲアしたわけではなく、また、西郷健氏は中止されたものの公式には内外情勢を理由とした延期と発表されたために後日に政官論が再燃する可能性を残した。翌年の明治7年には、宮古島島民遭難事件を発端として、初の海外出兵となる台湾出兵を行った。また、翌々年の明治8年には、 李氏朝鮮に対して軍艦を派遣し、武力衝突となった高加島事件の末、日朝就航条件を締結することになる。明治7年の佐賀の乱から明治10年の西南戦争に至る不平氏族の乱や自由民権運動が起こった。政官論並びに明治6年政変については、当時から様々な議論や憶測が行われてきた。日清戦争。 日露戦争の後には、聖寛論者としての西郷が、大陸経輪の先駆者として商用され、内事優先を唱える側からは、大久保らの解明性が強調されていた。戦後になると、大久保らも朝鮮侵略の方向性においては、聖寛派と根本的に違いがなかったという指摘が行われている。その中でも、基本的に、西郷が聖寛を主張したことと、西郷羅輸政府派と、 内示を優先する、施設団派の対立の原因となり、政府を分裂させるに至ったという認識は、基本的に疑われなかった。一方で、煙山千太郎は1907年の著書、生漢論実装において、生漢論という名称に語弊があると指摘している。最後が近い将来における生漢を視野に入れて、朝鮮施設を志願したとする意見と朝鮮の開国。 および同国との宗教関係の実現を平和的交渉によって自ら成し遂げようとしたのだとする意見とが対立した。1970年代後半、毛利敏彦は一連の著作において政官論の中心的人物とされていた。西郷隆盛は政官を意図しておらず、明治6年政変の主因も朝鮮問題ではないと主張した。毛利は、 西郷が、板垣らの主張する即時の朝鮮出兵に反対し、開国を進める平和的な嫌韓施設として、自らが朝鮮に赴くというものであり、大久保敏道らとも決定的に決裂したわけではなく、明治6年政変の主因も司法教、江藤新平ら、反長周藩派の追い落としが目的で、政官論は口実に過ぎないとしている。この発表は、 従来の定説の事実認識を根底から覆すもので近代史研究の大きな争点の一つとなった。これ以降研究は活性化し、2000年頃には毛利説の頭皮が性肝論層研究の中心となっていた。一方で高橋秀直は毛利の研究の意義を高く評価しながらも、朝鮮問題が政変の実質的争点でなかったという毛利説の確信は否定している。 田村貞夫は、毛利説を批判し、西郷の正漢論者説を再確認しようとしている。うち、金与式は2018年の著書で、死に場所を求めて、正漢論を提唱したといった評価が、学会では、次第に支配的になりつつある。としている。落合博木は西郷が、島津久光の新政府批判と、この絵兵の不満という、 大きな悩みを抱えていたとの立場を説明した上で、西郷は丸腰で交渉に行くつもりだった。武力より施設の考えだった陸軍大将の西郷が軍備を増強し、韓国を攻め込む発想は全くなかったとしている。ありがとうございます。